ちは大きく育ちました。ちなみに秋田県民には馴染みの北都銀行も明治28年この地で増田銀行の名で設立されたんです。しかし成功を収めた増田の商人たちは母屋をきらびやかに飾ることはしませんでした。代わりに商人たちは母屋の中に当時の技術の粋を集めた豪奢な内蔵を建てて、家族だけが使う特別な空間として家ごとに代々伝え続けてきたのです。